5月14日ボートレース平和島にて東京支部応援プロジェクト東京ネクストのトークショーが行われました。東京ネクストとは東京支部のさらなる発展に向け東京支部全体を応援するためボートレース平和島が立ち上げたもの。この日は江戸川フレッシュルーキーの富樫玲香選手、関東地区トップルーキーの今泉優吾選手が登場し会場を盛り上げてくれました。風が強かったり、はい、やんだり結構不安定なので、はい、スタートとか難しいですし、はい、スタート難しいですね、はい、スタート難しいですね、はい、でエンジン差結構あるんで、はい、やっぱエンジン大事ですね。エンジンは見た方がいいってことですね。そうですね、そうですね、はい、結構私はなんか2マークが気をつけないと怖いイメージはあります。はい、流れちゃうってことですか。そうですね、あのビル風とかもあったりして、はいはいはい、そうですね、はい、ね、どうですか、なんか講習会とかあったんですよね。そうですね、はい、1月30日と31日に2日間、はい、何するんですか講習会トップレース。はい、ボクシングの長谷川穂積さんとか、はいはいはい、穂積、はい、元ジョッキーの佐藤哲郎さんとかに来ていただいて、はいはい、プロスポーツ選手の心得みたいな、はい、メンタル的な、そうですね、少しずつ前に比べたら成績が取れるようになってきたと思います。そんな富樫選手ですが、トークショーの4日後に開催された下関のレースで初優出、初優勝を飾りました。下関第12レース女性メンバーによる優勝戦、幕成3対3です。進入インコースから1番2番3番4番5番6番でスタートしていきました。若干ばらけたスリット体型ですが、人気の1号艇田口もそれほど後手は踏んでおりません。1号艇の田口の逃げに対して3号艇山川まくりに行く、刺すのは2号艇岸、後から5、6、4ですか、さあ最内6号艇富樫玲香がスーッと刺しから1号艇田口を捉えるか、あとは5番2番4番3艇余り下がる最後方3番、スタートは前艇正常でした。デビュー以来初優勝を目指す6号艇富樫しのげるか、1周2幕1号艇田口を蹴散らすような格好になった。6号艇富樫にとっては2013年の5月デビュー以来、これが初優出にして初優勝ということになります。2番手5号艇小池彩乃、3番手4号艇中谷智子、654第12レース優勝戦、1着6番富樫玲香優勝のゴールイン。トークショーは2部制で行われ、2部ではプライベートの話をしていただきました。そうですね、家で JLC ずっと見てます。家で JLC を家でずっと見てる。そうですね、あんまり外に体を動かすぐらいで外に出るのは、はい、暇な時はずっと JLC を見てます。そうですね、まあ普通のテレビ見るよりは JLC 面白いなっていう。旅行全泊とかで行った土地に、それは全泊でしょ。旅行じゃないでしょ。前乗りでしょ。仕事で。そんなプライベート何もないですか。すごいですね。じゃあまあだから全泊とかで結構満足しちゃう。地方行った感じになるとか、その時に観光したりするんですか。じゃあ、そう、結構早めに行って、はい、そういうタイプですね。その土地ちょっと巡って、2日前ぐらいじゃあ。あとにもあります。あ、そうなんですね。次関東を走ることがあったらぜひ船券買ってください。応援よろしくお願いします。しっかり船券に貢献できるように頑張ります。はい、はい、東京ネクストは東京支部発展のためボートレース平和島を中心に今後も活動していきます。